オットー・エーデルマンは、オーストリアの歌手。リヒャルト・シトラウス、バラの騎士のオックス・ガンシャク、ワーグナー、ニュルンベルクのマイスター・ジンガーのハンス・ザックス、モーツァルト、ドン・ジョバンニのレポレロを得意とし、40を超えるレパートリーを駆使して、国際的に活躍した。オットー・エーデルマンは、第一次世界大戦末期の1917年2月5日に、オーストリア・ハンガリー帝国ニーダー・エースター・ライヒ。 シューブリューンは無下ビルゲで生まれる。幼少期から音楽的才能を発揮し、幼稚園の出し物で早くも歌を披露した。また、音楽のみならず、スポーツ、特にボクシングを好み、幼少期のアイドルは、ジーン・タニーとジャック・デンプシーで、家の窓枠にその名前を刻むほどであった。11歳の時に初めて、ウィーン国立歌劇場でオペラを鑑賞し、その時の演目は、レオン・カバドの 同家けで、カニオを歌っていたのは、レオスレザークあった。やがてエーデルマンは、ウィーン国立音楽アカデミーに入学し、テオドール・リアハンメルとギュンナー・グラールドの教えを受けた。1937年、エーデルマンは、若干20歳で、ナチスドイツのチューリンゲンーゲーラで、モーツァルト、フィガロの結婚に出演して、デビューを飾る。 翌1938年から1940年までは、ニュルンベルク歌劇場に所属し、モーツァルト、高級からの誘拐のオスミンやコルネリウス、バグダッドのリハ髪氏のアブドラハッサンのほか、シュトラウスのアラベラのバルトナー伯爵を作曲者自身の指揮で歌ったこともあった。しかし、時代はすでに第二次世界大戦に突入しており、エーデルマンも歌手としてのキャリアは、 ドイツ国防軍による徴兵で一旦休止せざるを得ず、レンツブルクの降射砲部隊や、独組戦の戦場などに赴く。やがてナチスドイツは崩壊して、エーデルマンも赤軍の捕虜となり、リトアニアの収容所に送られた。1947年秋、釈放されて、オーストリアに戻ったエーデルマンは、歌手活動を再開させる。ウィーン国立歌劇場は爆撃で崩壊しており、 フォルクス・オーパーとアンデア・ウィーン劇場を仮住まいとして、公演を継続していた時期にあたっていたが、エーデルマンはフォルクス・オーパーで、歌劇場のオーディションを受けて合格し、1947年11月30日に、フォルクス・オーパーでのウェーバー、マダンのいての忍者で、ウィーン国立歌劇場所属歌手として、デビューを果たした。ビルヘルムフルト・ベングラーや、ヨーゼフ・クリップス、 ヘルベルト・フォン・カラヤン、クレメンス・クラウス、ハンス・クナッパーツ・ツブッシュといった指揮者との共演を重ね、1951年には第二次世界大戦後初開催のバイロイト音楽祭に出演し、カラヤンの指揮でマイスター・ジンガーのハンス・ザックスを初めて歌い、フルト・ベングラー指揮によるベートーベンの公共曲第9番のソリストも務めた。この1951年にはバイロイトの他に、 3月から4月にかけて、フルトベングラー式のワーグナー、パルジファルのアンフォールタスでスカラザにデビューしている。翌1952年1月、エーデルマンは、スカラザにおける、カラヤン式のバラの騎士の公演で、初めてオックス男爵を歌う。夏には、バイロイト音楽祭に登場して、クナッパーツブッシュ式により、マイスタージンガーのハンスザックスを再び歌ったが、 バイロイトへの出演はこの年限りとなった。バイロイトに引き続いて、エディンバラ音楽祭に、ハンブルク州立歌劇場の引っ越し公演に、客演という形で、初登場し、レオポルト・ルート・ビヒの式で、ハンス・ザックスを歌った。1953年、エーデルマンは、ザルツブルク音楽祭にデビューし、フルト・ベングラー式のドン・ジョバンニで初めて、レポレロを歌う。 翌1954年のザルツブルク音楽祭では、同じく、フルトベングラーの式で、レポレロット、マダンの忍者を歌い、前者はパウル・ツインナーによる映画でその舞台姿を残した。この年、フルトベングラーとは、ルゼルン音楽祭での第9公演でも共演したが、フルトベングラーは11月30日に亡くなった。その直前の11月11日には、 メトロポリタン歌劇場にデビューし、フリッツシュティードリーの式で、ハンスザックスを歌った。エーデルマンのレパートリーは広かったが、メトでは、ドイツもののレパートリーに絞って活躍し、ハンスザックスやオックス男爵の他に、指輪の、ボーオタン、トリスタントイゾルデのマルケオ、ローエングリンのハインリヒといったワーグナー小作品の他、ベートーベン、フィデリオのロッコなどを歌っている。 1960年のザルツブルク音楽祭、新たに祝祭大劇場がオープンし、コケラ落としとして、カラヤン式のバラの騎士が上演され、エーデルマンも得意のオックス男爵でオープンに花を添えた。この公演もツインナーの手により映像化された。オックス男爵の映像が残された1960年、エーデルマンは、イルゼ・マリア・シュトラウブと結婚し、 1962年6月15日に、長男ペーター。1968年4月12日に、次男パウル・アルミンが誕生し、ペーターとパウル・アルミンは共に、バリトン歌手となった。子供は3人で、ペーターとパウル・アルミンの他に、娘が1人いる。1960年代後半からは、レパートリーと出番を徐々に絞るようになり、メトにおいては、ハンス・ザックスと、 オックス男爵、六個のみを歌ったが、1969年以降は、オックス男爵のみを歌うだけとなった。ウィーンにおいても1970年代には、フォルクスオーパーで上演される、オルフ、ガツヤ・ロルチング、ロシア皇帝と、船大ク、ヨハン・シュトラウスに世、ウィーン気質などの軽いオペラに出演するようになった。1976年4月7日、エーデルマンは、 ジェームズ・レバイン式のバラの騎士でオックス男爵を歌い、メトにおけるこの公演をオックス男爵の歌いを収めとした。同じ年の12月16日、ウィーン国立歌劇場におけるアラベラの公演でバルトナー伯爵を歌い、この公演を最後に現役を引退した。引退後はウィーン国立音楽大学で長年教鞭を取り、2003年5月14日にウィーンリージング区、 カルクスブルクで86年の生涯を終えた。当たり役は、何と言っても、1952年から引退する1976年まで、およそ四半世紀かけて歌い続けてきた、バラの騎士のクスダンシャクであり、初めて演じたスカラザ、ウィーン、メトのほか、1955年には、サンフランシスコオペラ、1964年には、グラインドボーン音楽祭で歌い、 ザルツブルクにおいても、カラヤンのほか、1961年に、カールベームの指揮でも歌っている。ツインナーによる映画では、元帥夫人が、エリーザベト・シュバルツコップ、セーナ・ユリナッチのオクタビアンに、アンネリーゼ・ローテンベルガーのゾフィーという配役で、このオペラ演奏の一つの頂点とされるものであり、ツインナーによる映画は、オペラ映画史を代表する名作として、現在も親しまれている。 1960年における実行演では、元水夫人は1公演のみ、シュバルツコップが歌った以外は、リーザ・デラ・カーザーに変わっているが、その録音も公式発売されている。1954年のザルツブルク音楽祭での、ツインナーが撮影した、ドン・ジョ・バンニのレポレロも記憶に残る歌唱と言えるが、エーデルマンがドン・ジョ・バンニを手掛けたのは、オックス男爵と比較すると極めて少なく、 フルトベングラー式による九百五十三年、九百五十四年のザルツブルク音楽祭でレポレロを歌ったほかは、九百四十八年にブルッセルでのウィーン国立歌劇場の引っ越し公演で騎士団長を歌っただけである。オックス団尺、レポレロと並んで、エーデルマンの主要なレパートリーは、ドイツものでは、マイスタージンガーのハンス・ザックスおよびポーグナー、ローエングリンのハインリヒ、 パルジファルのアンフォールタスと、グルネマンズ、アラベラのバルトナー伯爵、マダンのインジャ、フィデリオのロッコ、ドンピサロ及びドンフェルナンド、フロトウ、マルタの、プランケットなどが記録に残っており、ボーグナー、ドンピサロ、インジャと、バルトナー伯爵は、正記録音が残されている。ドイツモロ以外では、ベルディのドンカルロのフィリッポ2世と、 ファルスタッフのタイトルロール、スメたな、売られた花嫁のケツァル、グノー、ファウストのメフィストフェレス、ドニゼティ、愛の妙役のドゥルカマーラなどを歌っている。ウィーン国立歌劇場所属歌手としては36の役柄で430公演に出演し、レパートリーの総計は40を優に超えていた。極めて珍しいレパートリーとしては、引退後の1983年に、 セゲド国民劇場の公演で歌ったシューベルト、魔法の盾ごとのフォルコ、D の及びアルフの3役がある。6回公演のうち、シュバルツコップは1回のみの出演。ただし、1961年、1963年、及び1964年の公演では、シュバルツコップのシングルキャストとなった第一幕第5曲から、第8曲が欠落。ありがとうございます。